ここか。トカゲ退治。ここだね。前入れなかった。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ？ティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。オッケー。トカゲならファイヤー系が効きそうだけど。これ各1回だから多分あとは雷の魔法を使わないとバトルレポート進まないんだろうが、今雷系マテリアは持ってない。まあそんな広くないね。あ、マテリア落ちてる。毒消し。そういえばこの右上のマップ表示系をちょっと変えることができて、なんだろう、こういう画面上部の目的地までの距離を表すものにも変更できるみたいな、まあ、もしくはあとマップなしか。さあ行くよ。あ、任せていいかな。任せてください。しまった。振り絞るよ。あ、今度クラウド、クラウド。じゃあね。オッケー。秘技解放して爆裂拳。オッケー。この調子でいくぞ。次も勝とう。マップはこっちの方が見やすいかな。あ、でさっき左にマテリアが。あったから、どちらまだモンスター、トカゲっぽいやつはいないけど。OK、 この調子でいくぞ。次は勝とう。あ、これ開けれんのかな。OK、炎か。あれ、炎マテリアすでに持ってんな。そうだ、ベンチで回復できるんだっけ。え、あ、本当に座るだけ。あ、本当に座るだけで全回復だ。とりあえず進んでみるか。トカゲ。相手はザコ。これか。決めちゃおう。これ飛んでるけど。あ、届いた。ジャンプ中はちょっとカメラ視点があんまりよろしくないんだけど。あららら。ああ、クラウド。私に任せて。ティファーならアッパーで届くか。ちょっとギリギリ届いて。ブレイバーブロック。よし。あー、バーストスラッシュは空中の敵には効かないか。ブレイバーはどうだ。連携しよう。よし、やっちゃおう。飛ぶよ。OK。悪い。あ、そういえば2グループいるって言ってたから、また別のところにいる。こっちは。鍵がかかっている。え？ダメか。入れない。
鍵がどっかにある？じゃない。ポーション。こっちはいける。鍵？ここが最後。あ、こっちがいけてないのか。あ、モンスターいない。あ、いた。届いてない。さあ行くよ。バリア。魔法使うか。当たってなさそう。出番だよ。下がっていろ。どう。ファイヤー。バーストさせないと多分落ちてこないな。よいしょ。オッケー。いい汗かいた。戻りますか。あ、でもさっきの鍵のところ開けれてないんだけど。この辺に鍵とかあったりする？ない。まだ入れない場所ってことかな。戻るか。報告。仕入れ元が詮索するの。羽トカゲ片付けてくれたって。ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところ、あんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで、支柱前に行ってみな。やばいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ。まず己を知り、その道を極めよう。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。オッケー。なんかサブクエストが新しいサブクエストを呼んでいる。支柱前、これもやるか。いらっしゃい。うちの品揃えは状況に応じて変えている。で、ジャンク屋はポーションは無限に安く売ってるけど、在庫が限られているものもあって、まあでも割引されてんなら全部買っちゃおう。ポーション回復量少ないからね。毎度あり。まだなら戦いに備えて。ハイポーションの方がいい。まあでも回復魔法も使っていかないと、回復魔法そのものが育たないから、なるべく魔法を使っていこう。支柱前のこっち。すいません、管轄外です。威厳を見せんか。はい。さっさと立ち去れ。出ないと捕らえるぞ。脅したって無駄だから。どうしたどうした。あ、ティーファー、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから、片っ端からぶっ壊しちゃって。あ、ってことは、あ、それがさっき入れなかったとこだ。行ってみよう。鍵、じゃあどの道鍵はこのエリアで探さんといけないか。どこにある？あ、あった。見つかった？あ、じゃあこれで。あいた。ああ、あいつか。蹴散らすぞ。飛んでるやつ厄介。おーっと、
氷を使ってくる。あ、危ない。お、ティファーが飛んでる。魔法使わんとな。でも氷相手に氷使っても、あ、飛べた。届かない。危ない。ファイヤーとか効く？多少は。ちょ、やめて。ブレイバーもちょっと届くか、際どい位置だな。アイスオーラってなんだ。今なら届きそう。バースト状態に入れたい。あ、入れたいけどもう体力が。オッケー。次に備えろ。うん、分かってる。おかえりなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でも屋。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元神羅って聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらい、もっと強くなってやるから。めちゃ声がでかい。まあまあ、サブクエクリア。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。エクストラ？え、これはサブを全部やったから増えたとか？二人きりの時間ってエクストラすぎるけど。あ、おや。おや、ずいぶん早いよ、帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんよ。え？あいつらとは違うんだろ。生きな。硬い、クラウド、硬い。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。終わってないけど入ったりは？あ、できない。クラウドがする気ない。自分の部屋のフィルター変えないと。ボトルがカクカクだな。ふん。オッケー。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？
約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？え？選べんの？どうしよう、クラウド空気読めるか。空気を読むならどれだ？これか。大人っぽいな。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああいいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。あ、エクストラがまだ続いてる。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。あ、ラッキー。あ、アクセサリーもらった？あ、なんだかんだレベルが上がったり。あ、してて。マテリアスロットが1個空いてる。持ってるもんあるだけつけとくか。で、間違った。三日月チャーム。操作をしていない時に受けるダメージが減少します。操作していない時？操作していない時ってのはどういう時だろう。コマンド選んでる時とか無操作の時？まあまあまあ、サブをちゃんと消化したりすると、ひょっとしたら今みたいなエクストラなクエストが増えんのかもしんないから、漏れなくやっていこう。じゃあそろそろメイン。